こんにちは、のりたろうです。今回は婚姻投資適性診断テストとして、私が今まで集めた情報を精査しまして、こういう方が婚姻投資に向いているなということを集めてみました。これに全て当てはまる人は相当婚姻投資に向いていると思いますので、ぜひ紙とペンを用意して自分が何個当てはまるか気軽にチェックしてみてください。私は婚姻投資初心者ですが、初心者だからこそ初心者のわからないことがわかると思っております。なので私の動画では初心者目線で大切だと思った点について発信しております。ということで早速始めたいと思いますが、最後に何個当てはまったかで、私の独断と偏見で診断結果も発表させていただきますので、お楽しみにしておいてください。それでは最初はこれです。まず1番目、資金に余裕がある、いきなりこんなものないよという方もいらっしゃると思いますが、実はこれが一番大事なのかもしれません。ただしこれはお金持ちかどうかということではなくて、生活資金を投資に充てていないかということになります。コインだけでなく、物の価値というのは需要と供給のバランスで決まります。つまり市場に出回ってるコインの枚数が多すぎると値段は上がらずに、少なくなると当然ですが希少価値が高まり値段は上がります。アンティークコインやモダンコインなどの、金貨や銀貨などは世界で数百枚、あとは数千枚、多いと数万枚のものもありますが、例えば世界で数百枚ぐらいしかないコインは数ヶ月数年経てば市場に出なくなってきます。そこで待てるかどうかというのは本当に大事なポイントになります。資金に余裕がない人はそこで焦って値下げ競争に走るのを見かけますが、そこで一度取り下げて待つことができるかどうかはコイン投資がうまくいくかどうかの分かれ目だと思います。ということで1番は資金に余裕があるでした。で続いて2番目、他人の意見に惑わされない人ということで、こちらは特にコインディーラーさんに限らずですね、怪しい業者さんっていうのは、どこの投資の世界にもいますが、どこの世界にもうまいことを言ってあまり良くない商品を売りつけてくる人はいます。例えばですが、このコインは今買わないと今後出てこないですよとか、あと次にこの商品について詳しく話を聞きたいっていう人がいるので、今決めないと取り置きとかできないですよというような、ちょっと購入者側の視野を狭くするような商法で、相場などを一度調べる時間とかそういった間も与えずに畳みかけてくる人がいます。またコイン投資だけではなく、今はビットコインがいいとか FX 投資を始める人は投資初心者が多いから安心だよとかいうような謳い文句が投資の世界には乱立しています。そういう時に他人の意見に惑わされない力っていうのは重要になります。特に飾る投資商品の中でこのマニアックなコイン投資を選ぶ人は、この力が強いんじゃないかなと思います。続いて3番目、相場が大きく動いている時にパニックに陥りやすい人ということで、こちらほとんどの株式や投資をする人にとってマイナスの要素だと思いますが、コイン投資にとってはプラスの要素になるかと思います。これはコイン投資の第一人者の梶正和さんが動画でおっしゃっていますが、コイン投資のうちアンティークコインは特に穏やかに長い年月をかけて右肩上がりに上がっております。株式などと違って相場が短期的に乱高下することがないので、非常にリスクの低い投資商品になるかと思います。なので、価格の急騰が目的の人にとっては全くもって不向きなのですが、そういった乱高下が苦手な方はむしろ向いていると思います。ということで次4番目です。収集が好きな人ということで、様々なコインを、コレクションされているコレクターの方で、長期保有を好む人はですね、コインに限らず
いろんなコレクションされている方は非常に向いているんじゃないかと思います。やはり何でもコレクションされる方っていうのはですね、その知識に関しては、群を抜いて高い傾向にあると思います。やはりそういう方にとってアンティークコイン、モダンコインは本当に様々なコインがありまして、その中で、例えば、市中価とかですね、ほとんど出回っていない幻のコインなどがあったりするので、ハマれば本当に最強のコイン投資家になるのではないかと思います。続いて5番目、忙しい人ということで、こちらもコイン投資特有だと思いますが、コイン投資では何より大切なのが寝かせることです。寝かせる年月が長いほど相場が上がっている傾向が可能性が高くなります。また忙しい方にとっては株式の短期売買とかですね、ましてやデイトレードなどは、やはりちょっと無理なところがありますので、そういう方にとっては、買って放置するだけのこのコイン投資というのは、むしろ向いているかなと思います。続いて6番目、自分で情報を入手できる人ということで、こちらはこの私のマニアックな動画を見ている時点で皆さん当てはまってるんじゃないかと思いますが、コイン投資に限らず儲かる話をわざわざしてくる人っていうのはですね、間違いなく詐欺師か、そういう売りつけようという人しかいません。なのでこの手の話は自分から情報を入手するかしないかで、やっぱり決まってくると思います。せめて疑問に思ったことっていうのは人に聞く前にまずは Google で調べるとかですね、やっぱり積極的に情報を入手できる人、その力っていうのは必須というか、それができない人はそもそもコイン投資というキーワードにすら到達できていないじゃないかなと思います。なので6番目は自分で情報を入手できる人にしました。続いて7番目、歴史好きということで、これは言うまでもなく、紀元前のコインとかですね、欧州の古いコイン、日本の古銭なんかもですね、アンティークコインには歴史がもうギュッと詰まっております。でモダンコインでも2019年に発行されたウナライオン金貨銀貨っていうのは、ビクトリア女王の生誕200周年を記念して発行されてだという経緯がありまして、またその元となったオリジナルのウナとライオン金貨銀貨はビクトリア女王の即位を記念して1839年に発行されたものになります。あくまでも一例ですが、このように歴史好きな人にとってはアンティークコインはたまらなく魅力的なものになるのではないかなと思います。続いて8番目、保守的な人ということで、アンティークコインとかモダンコインはたまに数年で何倍も値段が高騰するものはありますが、その多くが着実にゆっくり値上がりしているため、やはり保守的な人に向いていると思います。日本人の保守的な人というのはですね、未だに貯金しか信じてない人が多いですが、最近の銀行預金は利子がほぼつかないばかりか、手数料が値上げされておりまして、またインフレとか円安で価格が現在進行形で目減りしております。このことを理解していない方が日本人では大多数ですが、このことをしっかり理解すれば、いかにアンティークコインやモダンコインが資産防衛に最適かどうかっていうのがわかるかと思います。なのでコイン投資は本当に保守的な人に向いていると言えるのかと思います。続いて9番目、情報の取捨選択ができるということで、これについても先ほど の6番目の自分で情報を入手できる人にもつながることなんですが、この私の動画にたどり着いている方は間違いなく、良い情報と悪い情報を取捨選択できる方だと思います。アンティークコインの情報などは巷に流れていないわけで、テレビに
情報を頼っている方っていうのはもしかしたら一生たどり着かない方がほとんどなんではないかなと思いますので、まあ、やっぱりこの情報取捨選択ができるっていうのはコイン投資に向いてるか向いてないかっていうところの、まあ、一丁目一番地のところかなと思います。続いて10番目、物を丁寧に扱えるというのは、まあ、これは言うまでもなく、コインを雑に扱ってしまうとそれだけで資産価値が一気に下がってしまいます。先日私の動画で、金貨や銀貨の適正な保存方法という動画を上げさせていただきましたが、金貨や銀貨などは物を丁寧に扱えない人にとっては不向きと言わざるを得ないでしょう。最後11番目、外国語が得意な人ということで、やはりアンティークコインやモダンコインはイギリスとかですね、アメリカなんかを中心とする、まあ、欧米諸国で盛んに売買されておりまして、英語ができることで多くの一次情報に触れることができますので、英語に限らず外国語は得意な人が有利なことは間違いないです。私も過去動画でいかに、相場価格や原価で仕入れるかがコイン投資をする上で重要かっていうのを説いてきましたが、モダンコインであれば海外の造幣局で直接買うことが最安値ですし、アンティークコインであれば海外のオークションで買えれば相場で買えるということになりますので、外国語が得意な人が有利なことは間違いないと思います。ということで11個挙げさせていただきましたが、皆様何個チェックがついたでしょうかということで、私の独断と偏見で診断結果を出してみました。それがこちらになります。10個から11個、コイン投資の神レベルということで、まあこの項目が10個から11個当てはまる人はもうコイン投資やるために生まれてきた人じゃないかなと言っていいぐらいの、適正度合いかなと思います。で、7個から9個の人はコイン投資に相当向いてるのかなと思います。で、4個から6個ぐらいの方はまあ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 向いてるかなというところで、1個から3個の人っていうのはですね、まあ、コイン投資の、まあ、知識をつけて、まあ、カバーをする必要があるかなと思います。で、もし0個の方がいらっしゃったらですね、まあ、他の投資、逆にですね、株式とか FX とか、まあ、他の投資が向いているのかなということも考えられます。ということで、何個チェックがついたでしょうか。なかなか全部という方も少なかったのではないでしょうか。ということで、まあ一応ざーっとおさらいしますと、1番目資金に余裕がある、2番目他人の意見に惑わされない人、3番目相場が大きく動いている時にパニックに陥りやすい人、4番目収集が好きな人、5番目忙しい人、6番目自分で情報を入手できる人、7番目歴史好き、8番目保守的な人、9番目情報の取捨選択ができる、10番目物を丁寧に扱える、で11番目外国語が得意な人ということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。